さて、私事でございますがね、春の舞台についてちょっとお話しさせていただきたいと思います。タイトルは愛の賛歌エディット・ピアフ物語でございます。愛の賛歌という歌で知られるエディット・ピアフが波乱万丈の人生を送ったんですけどもね、それを描いております。まず東京公演が3月31日土曜日から4月15日日曜日まででございます。新国立劇場中劇場で上演されます。チケットは昨日から一般販売中でございます。どうぞお買い求めくださいませ。私はそれについては演出、美術、主演、脚本まで担当しております。いや、脚本作りは大変だったんですね。多くのね、映画にも日本とも書かれてますし、でまたミュージカル仕立てやお芝居でね、いろんな脚本で、日本でも演じてる方たちがたくさんいらっしゃいますし、歌ってる方もいらっしゃいますけれども、彼女の本質は書かれてなくて、わがままで無知無教養で自分勝手な女として描かれてるんですね。で最後の恋人のテオ・サラポというね、20歳も年下の青年にプロポーズされて結婚して、初めて心の安らぎを得て幸せになって、で彼女の有名なセリフでね、私が生まれてこの方ずっと待ち続けていたのはテオ・サラポですという名セリフがあるんですね。ということなのに、そのテオ・サラポはね、全然映画でもカットされてて、テオ・サラポの手の字も出てこないんですね。そのテオ・サラポの献身的な尽くし方が、これがもう聞くも涙の物語で、素晴らしい男性だったなと思います。それが全部カットされているっていうのがあると、エディト・ピアフもテオ・サラポも死んでも死にきれないだろうと思って、でそれで私はそれをね、自分私の芝居では全面的に押し出してますんでね、どうぞご期待くださいませ。で愛の賛歌エディト・ピアフ物語はね、このお芝居は名古屋、福岡、大阪でも公演を行いますので、ご近所にお住まいの方はぜひいらしていただきたいと思います。もう聞くも涙、語るも涙、感動の嵐になりますのでね、詳しくはパルコステージのホームページをご覧くださいませ。では今日はエディット・ピアフの歌をおかけいたします。おかけいたしますのは1950年代の代表曲でございます。今のアラムール愛の賛歌。1950年当時はね、まだ日本には入ってまいりませんでね、それからしばらく経って日本に入ってきて、岩谷徳子さんが訳詞をして、越井さんがねお歌いになって、でポピュラーになって知られるようになりましたんですね。では究極の愛の歌をお届けしたいと思います。今のアラムール愛の賛歌。Ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Ce qui s'aime. Edith Piaf の歌で愛の賛歌 Hymne à l'amour を聴いていただきました。